計画はどうだ？すべて順調です、フレイヤ様。ご安心ください。協力を拒んだ場合は、言わなくてもわかるだろう。存じております。お前は戻って準備を。尾行者がいるようだから、私が相手をする。隠れてないで出てこい。別にあなたは嫌いじゃない。でも質問するときは礼儀をわきまえなさい。ようやく目覚めたのですね。何者かに襲われたようです。ジークも現場にいましたか？いや、ジークには会えなかった。あの女、俺が後をつけてるのに気づいてたんだな。あいつら何か企んでるようだった。でもはっきり聞き取れなくて。ケンチ、体の状態が良くありません。ベンジスフ島に戻って休養されることをお勧めします。終わっちゃうよ。せっかくのイベントだったのに。さっきジークを見かけた。あなたが探してる人だよね。それで会えたの？それが見え…そっか、それは残念。でもその人がここにいるってことが分かっただけでもよかったじゃない。でももうそんなに悲観的になることないって。きっとうまくいくよ。今日はもう休むといいよ。明日テオのいるベンジス本部に連れて行ってあげる。そうだね。俺もちょっと休まないと。ついてきて。町のホテルに連れてってあげる。いらっしゃいませ。お客さん、お泊まりかい？客室は残り一部屋。お祭りのサービス価格だよ。おはよう。昨日はよく眠れた？じゃあ、今からベンジス本部に案内するね。行こ。ベンジス重工の本部って入っていいのか？もちろん。生活エリアは賑やかよ。この中に住んでる従業員の家族も多いわ。生産エリアは謎が多いの。今回見れるかわからないけど。ここで何かあったのか？わからないけど、何かトラブルに巻き込まれたみたいね。
ベンジスの防衛システムは滅多に作動しないのに。ラベンジャーか、大きな変異獣が襲ってきたのかも。でもそれならカレイドおじさんがみんなに避難を呼びかけるはずなのに。どうする？このままテオに会いに行く？うん、ついてきて。中に通じる秘密の通路を知ってるの。ここで戦闘が起こったみたいだ。侵入者は何者なんだ？アイダの子よ、町の外で見たわ。見て、誰か捕まってる。君隠れて、俺が何とかする。助けてくれてありがとう。昨日お祭りの最中にあいつらに襲われて、一晩中ここに閉じ込められてたんだ。衛兵たちは？他にも捕まった人はいるか？わからない。襲撃があまりに急だったから、何が何だかさっぱり。あなたは今すぐここを出て、港に情報を伝えてくれ。くれぐれも気をつけて。侵入者は他にももっといるはずだから。助けに来てくれたのか。ありがたや、ありがたや。あなた方は誰なんです？カレイド社長は？わしはここの社員じゃよ。社長はどこへ行かれたのやら。衛兵たちはなぜ港に警報が出てないんですか？アイダの子がヤーンに紛れて襲ってきたせいで、わしらはなすすべもなかった。しかも衛兵の中に大勢のスパイがおった。あいつら。ベンジスの本部ビルは完全に占拠されたんですか？お祭りが終わった後、戦闘の音が途絶えた。おそらくは。何の音だ？まずい。敵の大部隊があなたに気づいたようじゃ。大丈夫、俺がやっつけます。相手は一人か？肩慣らしにはもってこいだ。行け、刹那。行くな、わしらを守ってくれ。なんとかできそうだし、俺が行くよ。刹那では歯が立たんだぞ。ジェリナ、行け。こいつやりやがる。こうなったら二人がかりだ。大丈夫？テオは見つかった？テオとカレイド社長はベンジス重工の本部に監禁された可能性が高い。今から調べに行こうと思う。私も一緒に行く。ダメだ、危険すぎる。君は町に戻ってみんなに状況を伝えるべきだ。
わかった。くれぐれも気をつけてね。このテーブルは年代物だな。うわ、ボロボロだ。お前たちは地下室を頼む。君は何者だ。初めて見る顔だな。どうやら君も今日は星の巡りが悪いようだね。俺はジュード、カレイド社長のアシスタントをしている。社長とテオの監禁場所は分かりますか？いや、アイダの子に占領された後、俺たちはバラバラに閉じ込められた。お二人がどの部屋に監禁されているかははっきりしない。それは困りましたね。そんなことより今は何とかして逃げ出す方が先だ。何かいい手があるんですか？この部屋の電気ケーブルのメンテナンスは俺の担当だ。あのドアをこじ開けることならできる。だが厄介なのは外に。ドアを開けてくれたら衛兵は俺が片付けます。よし、あそこに2本のケーブルがあるだろう。あれをつなげてくれたら俺が制御台を操作してドアを開ける。早くそのまま飛び出そうって言うんじゃないだろうな。外には大勢衛兵がいるんだぞ。他にいい方法があります？こいつの服に着替えたらどうだ。先のことは衛兵に化けて状況を探ってから考えても遅くはない。そうですね。じゃああなたは一旦ここに残る。誰か逃げ出したと知れたら大騒ぎになるだろうからな。この服なら見破られないだろう。何度も言ってるように俺から何か聞き出そうとしても無駄だ。あなたはベンジスの衛兵ですか？はあ？そんなこともわからない奴をよこすとは、アイダの子も落ちぶれたもんだな。まあ落ち着いて、俺はアイダの子じゃありません。あなたたちを助けに来たんです。協力してください。何？アイダの子じゃないだと？そんな話信用できるか？俺はテオ坊ちゃんに呼ばれてきたんです。信じないのは勝手ですけど、あなたたちを助けられるのは俺だけですよ。いいだろう。俺は衛兵隊長のリオンだ。それで俺に何をしろと？カレイド社長とテオ坊ちゃんの居場所を知りたいんですが、手がかりはありませんか？テオ坊ちゃんは2階だ。俺が知ってるのはそれだけだ。どの部屋か。2階の入り口には警報システムがありますよね。切る方法は分かりますか？隣の監視室に警報システムのスイッチがある。運がいいことに予備の入隊室カードは見つからずに済んだ。これを持って。それと衛兵は騙せるかもしれないが、奴らが改造した変異犬には気をつけろ。2階の階段を上がった正面に医務室がある。そこで麻酔薬を手に入れてクソ犬どもを眠らせるといい。俺をがっかりさせるなよ。社長とテオ坊ちゃんを頼む。
装置は作動していない。上まで行けるぞ。通路の突き当たりから音がする。調べてみよう。まずい、この犬たち何かを嗅ぎ取ったみたいだぞ。2階の左の部屋に麻酔薬があるって言ってたな。飯の時間じゃねえぞ。ボスの犬が腹を空かせてるんです。何か食べるものはありませんか？さっきやったとこだろ。もう腹が減ったってか。まったく。そっ。新鮮とは言えんが、犬どもに食べさせるならそれで十分だろ。まったく、そろいます。ほら、犬に食わせてやれ。紛れ込んだネズミは捕らえました。仲間はいないようです。うん。カレイドの尋問はどうなっている？アストロナシーの位置を吐きました。それとテオの解放を求めています。すぐに情報を皆に伝えろ。カレイドの情報をもとにアストロナシーを探すんだ。物を手に入れるまで絶対にテオを解放してはならん。あ、かしこま、外に誰かいるのか。えへ、捕らえろ。こっちだ、隠れて。テオ、やっと見つけた。どうしてここに？君たちを助けに来た。カレイド社長はどこに閉じ込められてるんだ？父さんは地下室に監禁されてる。入り口は1階だよ。襲撃者は父さんの口から機密情報を引き出そうとしているみたいだ。外には衛兵が大勢いるのにどうやって入ってきたの？下の階でリオンという衛兵に会って入隊室カードをもらった。リオンさん、まだ生きてたんだ。しっかりついてきて。君のお父さんを助けに行こう。うん、僕のことはいいから。外の警備は厳しい。父さんが助かればきっと僕を救出してくれる。だから。
カレイド社長、大丈夫ですか？なぜ君が。私はアストロナジーをアイダの子に渡してしまった。人質を取られていて他に手だ。この件は長い目で見た方がいい。今はあなたの脱出が最優先です。テオは、テオを見なかったか？息子を奴らに渡すわけにはいかない。テオは2階の部屋に監禁されてます。でも警備が厳しくてなかなか。何としてもテオを助けたい。港で人手をかけ。まずい、警報を鳴らされた。援護します、走ってください。いや、息子を探し出さねば。包囲網を突破して港で助けを求めるんだ。はっ。よっ。